それじゃあ君が千尋さんの動くな警察だ現場確保っす自分は刑事課の糸のこぎりというものっすあのこれを見てください味噌ラーメンがいいな味噌ラーメンお確かあんたは弁護士のなるほどですねえそうだったっす神妙な名前っす神妙っぷりなら糸のこぎりも相当だぞそれで何か分かりましたか弁護士にやる情報など何一つないっす僕はあの子の弁護士じゃないんだけどまあこれだけは言っておくっす明日の裁判あんたは絶対勝てないっす有罪判決のためには手段を選ばない検事局始まって以来の天才そんなわけで諦めて帰って寝るっすところで糸のこぎり刑事昨夜の目撃者のことですけど松竹梅代のことっすかだから情報は一切やらないっす名前は松竹梅代かその証人はやっぱりもう自宅に帰ったんですよね我々を舐めちゃダメっす裁判が終わるまで帰らせるわけないっすつまり彼女はまだ向かいのホテルにいると自分の口は岩より固いっす了解っすでは最初の証人を入廷させていただこう証人名前と職業は自分は糸のこぎり圭介っす所轄署の殺人事件捜査担当の刑事っす分かっているだろうが刑事証言はくれぐれも正確に願おう確かに書いてあります鈍器による一撃で即死そうっすその即死の一撃の後被害者は最後の力を振り絞っていやいや最後の力も何も死んでるじゃないですかえあれあれじゃないでしょう再調査なんて聞いていません何しろ報告書が届いたのが今朝のことだったのでねどうやら何か手違いがあったようだなあ糸のこぎり刑事え自分は何も何だとそしてここには事件当夜彼女と被害者との会話が録音されているんです聞いてないぞいや自分は来月の給与査定楽しみにしておくがいい糸のこぎり刑事静粛に静粛に一体何の騒ぎっすか あんたたちはこの前のトンカチ刑事いや糸の子だよ迷いちゃんどっちも違うっす正確には糸のこぎりっすえ、侵入者？ほら、あんたも警察だろ！自分っすか？僕なんて弁護士ですよ！へんだ！捕まってたまるか！さわめろ！役に立たない連中だよ！写真だってあるんだ。ほれ、亀の子たわし刑事に渡したあれ！糸のこぎりっす！どこしか会ってないっすよなんと証拠写真ですかなあ確かあの子小学校 2,3 年生ぐらいでしたねちなみに凶器のトノサマンスピアーは重量が約15キロ小学生にはとても扱えないっす言いたいけな少年を殺人鬼呼ばわりとはあの事件で僕の中の何かが変わった気がする人がうろついてるね捜査って言ってあげようよこれだけいてなんか掴んだ奴はいないっすか裁判は明日っすなんとしても犯人の手がかりを見つけるっすでも犯人はもう見つけバカボーン、おどうも糸の子刑事やっと来たっすかやっと担当弁護士として事件の調査っすな全面的に協力するっすああ、いえ、僕たちはあ、カモンっすどういうこと、なるほどくんそう三剣検事は有名人っすその裁判に負けたら、弁護士の名に傷がつくっすそんなに不利な状況なんですか警察は三剣検事が犯人と決めつけて捜査も真面目にやってないっす
そうなんですか。でもあんたたちがいればいないよりずいぶんマシっす。何でも聞くっす。この事件には関わるなって、あれはもう脅迫ですよ。脅迫。どうやらあいつは僕を弁護士として認めてないようで。そんなはずはないっす。あの殿様の事件が終わった時、ケンジは言ってたっす。さすがなるほどだって。あいつがそんなこと。頼むっす、ミツルギケンジの力になってほしいっす。その胸のバッジがただの飾りじゃないってことを証明するっす。わかりました。その時何か見つけたか。はあ、凶器と思われるピストルが。その凶器に指紋が付着していたか。はあ、す。誰の指紋だ。三月賢治っす。右手の指紋がはっきり。夜が明けて湖から男性の遺体が見つかったっす。死亡推定時刻は午前0時前後。一発の銃弾が心臓を貫いており、それが致命傷っす。証拠の弾を提出しよう。この弾は問題のピストルから発射されたもので間違いないか。はっ、線条痕が一致したっす。ちょっといいですか。なんすか。ちなみに線条痕というのは何でしたっけ。線条痕というのはピストルの指紋みたいなものです。ところでそれは。こいつは金属探知機っす。何か手がかりはないかと思ったっすが。ご覧の通りっす。わあ、すごい。ねえ、刑事さん、私もやってみたい。持ってっていいっすよ。やったー。じゃ、自分はここで処理に戻るっす。ご苦労様です。どれどれ。何の真似だよ。証拠品は持っていかれたっすが、資料のコピーがあるっす。助かります。その代わり、明日の裁判は何が何でも勝つっす。勝つっすよ。近いっす。ここが現場だと思ってみるとなんか不気味。おはよう。おはよう。あれっすよ。それは目立ったでしょうね。おかげで捕まえられたっす。ねえねえ、さゆりさん、教えてよ。おじさんの正体知ってるんでしょ。さゆり、愛してる、愛してる。貴様が言うな。とにかく時間がない。糸のこぎり刑事。聞かなかったことに。データがない以上、残された手は一つしかない。感動したぜ。お前たちほんと最高だぜ。自分は信じていたっす。三月賢治は無実だと。やったね、ダルオド君、おめでとう。お待たせしたっす、警察っす。通報者はって、あれ、またあんたっすか。それはこっちのセリフですよ。なんで糸の子刑事がこんなところに。たまたま出張でこっちに来てたら応援に駆り出されたっす。この世に刑事さんはこの人しかいないのか。おや、思ったよりお早いお月でございましたわね。で、事件のことは知らずにずっと控えの間にいたってことっすね。はい、ご飯の後気分が悪くなって控えの間でずっとおねんねしてたっていうか。おねんねと。糸の子刑事さんとやら、それでは現場にご案内いたします。よろしくお願いするっす。自分は糸の子ではなく糸の子切りと。参りますよ。了解っす。皆さん、また後ほどじっくり取り調べするっすから、ここから動いちゃダメっすよ。いいっすね。ぐずぐずしない。はいはい。じゃあ一緒に頑張ろう、迷いちゃんのために。はい。糸の子刑事、自分を恨まないでほしいっす。刑事としてああするしかなかったっす。分かってません。証人、名前と職業は。はあ、名前は糸の子切り圭介、職業は刑事で。そんなことはどうでもよろしい。どうでもって、自分は聞かれたことを。いいから、さっさと事件の説明をなさい。はあ、不条理だ。これは、この装束のたもとを見てください。たもと。小さな穴が開いています。確かに。これはピストルの弾によるもの。
すなわち弾痕です。なんと、確かにこれは弾痕です。つまり被告人は事件の際ピストルで撃たれていたことになります。よし、見つけたぞ。検察側が見落とした文字通り小さな穴を。何をニコニコしているのかしら。なるほど龍一、まさかこの私がそんな大きな穴を見落としたとでも。なんだって。自分は見落としたっす。カルマは全て完璧をもって良しとする。これが私の立証よ。なるほど龍一。さあそこのヒゲ、新しいデータを追い込んだ上でもう一度事件を再現してみなさい。はは、やってみるっす。もしそうだとすれば足りないものがある。足りないもの？焦げ跡です。被害者のこめかみの弾痕について証言したとき、あなたは言いました。至近距離から撃たれると焦げ跡が残る。おお、それならばなぜこの弾痕にはその焦げ跡がないのか。あなたの証言は矛盾しています。殺そう。静粛に静粛に。外はちょっと寒いね。うん、まだ雪が残ってる。ここが現場か。あれ、あんたたち。あ、糸の子刑事さん。お疲れ様です。おお、さては、スコア。はい、私たちマックスの弁護をするっす。やっぱりそう来るっすか。事件のこと教えてもらえますか。まったく、この世に弁護士はあんたしかいないっすかね。そして刑事もこの世に一人なんでしょうね。本当だ。じゃあ犯人はどうやって現場に足跡を残さず被害者を殺害したんだ。そんなことができるのはこの世でたった一人。そう、大魔術師マックス・ギャラクティカ、その人っす。何しろやつは空を飛べるっすからね。おじゃっす。犯人は飛んだ。間に合ったっす。糸の子刑事さん、すみません、僕たちのお願い聞いてもらって。あんたに味方するわけじゃないっす。あと、あんたに伝言があるっす。判決の行方は最後の瞬間に決まるだろう。以上っす。最後の瞬間。じゃあっす。なるほど君、どういうこと。その通り、証言は以上よ。あとは犯人が空に消えた魔術の仕掛けを暴くだけ。ヒゲ！はっ！これは自分が真心を込めてこしらえた事件現場の。待った！その前に、先ほどの証人に尋問をさせていただきます。アクロ氏の証言に何か問題でも。問題などない。証人は見た通りのことを証言しただけよ。弁護側にはその証言に対して尋問をする権利がある。譲るつもりはありません。よろしい、弁護側の証を認めます。あ、でも自分昨夜は徹夜でこれを。それでは尋問を。アクロさん、事件当夜窓の外に被告人を見たそうですね。空を飛ぶ大魔術には大掛かりな仕掛けが必要です。あの現場にそんな痕跡はありませんでした。でも自分は考えたっす。この糸の子式ワイヤー術を使えば犯人はこう。あれ、逃げに。そもそもそんな仕掛けを使って犯行を行う意味など全くありません。全存在を否定されたっす。でもトミーさんも見てるでしょ。だからさ、俺は社会の窓だぜ、知る権利があるっての。ダメっす、まだ調査中っす。やはり。おお、なるほど。お前からも言ってくれよ、報道の権利ってやつをよ。あんたからも言ってほしいっす。ことは殺人っすよ。殺人？口が滑ったっす。ショーが中止ってことは、まさか被害者は殿様んですか。いや、今回も殿様は寄っつけた側っす。え？あんたがオートローの弁護？ええ、まあ。ファンが送ってきたものだそうっす。熊好きだったんですね。ついに本性を見せたわね。なるほど龍一。カルマメイ。刑事から情報を盗むとは
見下げ果てた男。なるほど龍一、私の剣士としての経歴は泥にまみれてしまった。あなたのせいで、あなたのせいで、明日こそは私が勝つ。今度こそカルマの名にかけて。この気迫、カルマ剣士いつもと違うっす。それから神谷キリオ。僕に勝つか、そればかりだな君は。行くわよヒゲ。なるほどか。いや、やはり。それに被告人と被害者の仲の悪さは有名だったっす。被告人は事前にナイフを購入、準備をしてから犯行に至った。つまりこれは計画殺人っす。指輪に。このナイフの絵をよく見てください。ホテルの刻印があります。どう？このナイフはホテルのもので、前もって準備したものではない。つまり犯行が計画的であったとは言い切れません。あれ？さあ、ジュリー。言うまでもない、ナイフはホテルのもの、それを見落とすなど問題外だ。問題外すか。問題はこれだ。ミツルギ。お、あんた、ここは立ち入り禁止っす。おい、あ、なんだ。おい、貴様が立ち入り禁止だ、刑事。お、すまねっす。お、どうしたんですか。目が。待て、これは小型カメラか。カメラ。カメラには送信機がついている。何者かがこの部屋を盗撮していたようだ。盗撮？熱狂的なファンの仕業か。気になるな。もしあのクマが事件当夜もここにあったとしたら、殺人の瞬間を映していたかも。お待たせしたっす。例のクマ、送り主が分かったっす。早かったですね。警察を舐めちゃダメっす。これ密連検事があんたにと。お、気が利くっすね。走り回ってちょうど腹が減って。ああ、いや、すまりっす。あの子の分っすか。ああ、いや、どうしよう、すまりっす。ああ、なるほどか。弁護士として。糸の子さん、どうもっす。あの、迷いちゃんは？まだ手がかりはないっす。だけど諦めちゃダメっす。わかりました。裁判が終わるまでに殺し屋を見つけ出すっす。人質を救出すれば大トロを有罪にできるっす。あんたは何も考えず全力でぶつかるっす。あんたが本気なら三鶴木検事は必ず答えてくれるっす。あんたと三鶴木検事ならきっと答えが見つかるっす。我々を信じて最後まで頑張るっす。ありがとうございます。いいことですね、刑事さん。行こう、ハルミちゃん。はい。この町のサーカスといえば立ち見サーカスしかない。急いで、危険な状態よ。糸の子さん、聞こえましたか。聞こえたっす。立ち見サーカスのテントから100メートルの範囲っすね。それから窓の下にポストが見えたわ。完璧っす。戦車急行するっす。遺書とカメラを証拠として提出する。探すっす。はっ。これでほんの少し時間が稼げたわね。あの刑事、連絡がまだかよ。糸の子さん、迷いちゃんは助けてくれましたか。また逃げられちまったっす。でもあの子はすごい証拠を残してくれてたっす。すごい証拠。今そっちへ向かってるっす。誰も我々を止めることはできないっす。わかりました、こっちも頑張ります。誰も我々を止めること。糸の子さん、糸の子さん。交通事故ね。携帯電話も壊れたみたい。何やってんだあの人は。
迷いじゃん。なるほど。迷い。あっ。ごめん。なるほどくん。無事でよかった。よかったよかった。はい。ありがとうございます、やはりさん。迷い。お姉ちゃん。迷い、よく頑張ったわね。私頑張ったよ。偉かったわね。私偉かった。お兄ちゃん、なんだか泣けるな。なるほど、泣けちゃうっす。なるほどくん。はい。これからの迷いをよろしくね。はい。私はいつでもあなたのそばにいるわ。うんうん。修行もしっかりね。泣けるな。なるほど、泣けちゃうっす。皆さんの手で懲らしめたのですね、悪いヒーローを。うん、殺し屋もじきに捕まるよ。あ、ヒーローといえばシグナルブルーそれならこの糸のこぎりが預かってるっす。ありがとう、糸のこ刑事。あ、ごめんなさい。いや、平気っす。ただのかすり傷っす。なるほどくん、ありがとう。これがあったから私頑張れたよ。迷いちゃんがいたから僕も頑張れた。泣けるな、マルゴニョ。そうだ、私お腹が減ってたんだった。さあみんなで食べよう。ほら、ハミちゃん天丼どうぞ。あ、いいのですか。ヤハリさんもとんかつどうぞ。おー、そうこなきっちゃ。糸の子さんはステーキね。ありがたいっす。なるほどくんはベッタラ漬けね。焼きそばがあるだろう